ツイッター見てたらね、ヘズマリュウの動画が消えてるみたいなのが書いてあって、で、見たらね、ヘズマリュウ赤バンされてて草、まあ当然か、とかですね。なんか LINE 来たな。それからあとは、ちょっと下の方、ヘズマリュウ動画消えてるね、YouTube 赤バン食らってるっぽいんだけど、とかですね、動画消されてるやん。とか、まあアカウントバンされたと聞き、とか、まあそういう風なことが書いてあって、どちらにせよ YouTube から何らかのペナルティが発生してるようですって書いてあって、あ、早速、なんかYouTuber に寄生するブロガーみたいな。まあ私もね、こうやって今ヘズマリュウに寄生して動画撮ってんだからやってること一緒なんですけど、YouTuber 寄生ブロガーがなんか記事を書いてんな。朗報、ヘズマリュウの動画全部消える。迷惑系 YouTuber からただの迷惑な人に降格かって書いて、これいつのやつかな ?16 時12分だから40分ぐらい前ですね。今までありがとうございました。安らかに眠ってください。ヘズマリュウ赤番とか、まあいろいろね、書いてあるんですけど、ついに逮捕かとかね。まあ、はっきり言って、これでヘズマリュウに赤番が、来てるみたいな風に思う人はね、ちょっと考えが足りないですわ。まあ、それは、所詮一般人なんだからね、YouTube 投稿とか、チャンネル登録者を伸ばすとか、そういうようなことをやったことがない人なんだから、まあ、それはしょうがないですけども、ヘズマリュウ、私は見てね、うわ、この人、すごい一気に大勝負に出たなと思いましたよ。あ、動画はね、3本しか残ってません。パチンコ屋の動画が3本だけです。まあ、見てましたけどね。で、56万、84万、60万ということで、まあこれはもっともっととんでもない回数再生されるでしょうね。ニュースにもなったの見ました。まあこれからどう具体的にするのかっていうのは私はまあ全くわかりませんけども、まあしかし、どう考えてもね、この3本だけ残ってるっていうのは人為的に残したに決まってるんですね。だって別に私、ヘズマリュウにね、嫁られた動画ありましたけど、あれ私別に困ってないもんね。私が問題ないと思ってるし、まあ、ヘズマリュウとね、最後仲良くやって終わって、私とそれからヘズマリュウと一緒に撮った動画みたいなもんですよ。全くアポなしで最初はあの人が大声出したりしましたけど。まあ私が困ってなくても、大声出して地域の人に迷惑っていうのはまあ、あんのかもしれませんけどね。そんなぐらいで YouTube が動画削除したりなんかしません。それ絶対しません。で、こういう3本だけ残ってるっていうのはね、これはまあ誰がどう考えてもと言いたいところなんだけど、まあ多くの人はヘズマリュウが何らかのこう、制裁を食らってると思ってるようですが、本人がこの3本だけ人為的に自分の考えで残して、それでね、やってるに決まってんの。だ多分これから先、ヘズマリュウチャンネルに出てくるものが、全然違うものになるだろうと思いますね。まあ、これ具体的に何を出すのかさっき言ったように全く予想はできませんが、多分実際の、こんな風に、こうコロナウイルスの期間中に今度またねパチンコ屋さんがどんどん再開するってことになってるじゃないですか。再開してるパチンコ屋さんのところに行ってやめろという風に言ったりとかですね、そういうことするんじゃないかなという気がします。なんかこう本人はなんですかね、前に言ってたことなんですけど、本人が直接私の動画でも言ってたし、それからあとなんか誰かのなんか底辺 YouTuber のことをとつってる人、なんか白衣着た底辺 YouTuber をとつってる動画がありまして、こんな底辺の人をわざわざ撮りに行くのかなとか思ったんですけど、そのやつでね、石川なんとかって人だったかな。でそれを撮ってる時に、お前も前に迷惑かけてたじゃないかとかね、それから他の人にも、誰か言ってた、お前も迷惑かけてたじゃないか、あなたも迷惑かけてましたよね。で私も言われましたよ、スーツさんも昔迷惑かけてましたね。ヘズマリュウって言えばね、皆さんヘズマリュウが出てきてコラボレーションお願いします、山口県から来ました、あとなんだっけ、絶頂でプロタンとか、まあなんかいろいろそういう決め台詞があるじゃないですか。そのイメージが強いと思うんですけど、まあ、私のイメージはね、あなたも昔迷惑かけてましたよねという言葉ですね。それはね、すごいね、前からね、気になってました。で、これから、ヘズマリュウはね、だんだんと迷惑をかけなくなるだろうなというような気がします。もう明らかにあれはどう見ても一生懸命人に迷惑かけてるんですよ。もう自分の命かけてね。別に命かけて人に迷惑かけることがいいとは言いませんよ。それはそんなダメですよ。ダメなんだけど、まあだからこそどうしようもないわけですよ。本人だって悪ふざけで軽いノリでやってるわけじゃないから。だから、止めようったってね。悪ふざけをあそこでして人に迷惑をかけるぐらいのことを、全力でやらないと、人もなんか生きていけないような事情があるみたいじゃないですか。まあ詳しくは知らないけど。だから、まあ、ここで、過剰に、ヘズマリュウはなんか今までやってきたことはね、別に悪いことだったということを取り消すつもりはないんだけど、で、今後別になんかヘズマリュウさんはいい人だからみんなで動画見ましょうねってこともないんですよ。だけど、これは、私は何が言いたいのかというと、人の作戦なんですよ。要はブランド変更。もう知名度が超、もう絶頂にまで高まっているじゃないですか、今。まあ、もっと上がるかもしれませんけど。
で、今までの動画だってね、私の動画とかだって広告ついてたし、すごい本人の収入になってるはずなんですよ。何百万とか再生されてたやつが。で、そのすごい再生されていた動画を躊躇なくね、ここで削除したっていうのは、それが本当にすごいなと思いますね。だって、かなりの金になってるはずですよ。今まであった動画はね、収益化、大体の動画ができていたようだったから。それをここで全部、ガサッと削除するって、それは衝撃的なことだし、そういう風な、ここで一気に、それを打って出られる勇気がある人なのかと思ってね。やっぱその点はすごいなと思いましたね、素直にね。ということです。まあ大体喋りきりましたかね。また今後どういう風になるのか、ちょっと見ていきたいと思います。ヘズマリュウからも多分近日中に何か言うんじゃないかなと思いますけど、私はそう思う。じゃあどうもありがとうございました。